14シーズンいてね、2桁ゴール8シーズン取ってるんですよ、はいはいはい。まあ、もちろん23ゴールというすごい年もありましたし、これどう思います？やっぱり本当に、なんだろうな、素晴らしいパサーがいたんで、そこに尽きるなというか、まあ、もちろんその自分の動き出しがあってのパスなんですけど、やっぱどんだけ動きよくたってパスが来ないとか電話取れないんで、まあ、健吾さん、亮太、まあ、阿部ちゃんもそうだし、まあ、秋君もそういう、もう本当に中盤の選手たちに、まあ、サイドバックからのエースコンとか慎太郎とかもそうですけど、そういう時のアシストもそうですけど、もう本当数え出したらもう感謝する人はきりないぐらい、みんなのやっぱおかげだと思ってます。フロンターレにいたからこそ取れた。いや本当そう思います。パサーの話が出ましたけど、今度のテーマは中村健吾についてもちょっと聞きたいなと思ってて、はい、あのこの前アビスパ戦で点を取った後、健吾さんのツイッターが、はいはいはい、世話がやる弟だ、はい、ずっとだからこう小林選手も健吾さんのことをずっとお兄さんみたいって呼んでて、はいはいはい、改めてこの14年間の中で健吾さんの存在ってすごい大きかったと思うんですけど、はい、やっぱピッチ内外で本当にずっとお世話になってたので、プロ入って2年目ぐらいの時に健吾さんにお呼ばれして、それも本当にふざけた、なんか大したことない理由でウィーレをやるっていう、でなんか寮生の中で僕はウィーレ強いみたいな話をお前近くにいるなら来いよみたいな感じで、あ、そウィーレしに行ったみたいな、はいはい、でそっから結構だから健吾さんとそこまでそんな喋った記憶もないんですけど、当時のやっぱ自分に言ってやりたいのは、本当にお前はあの選ぶ先輩を間違わなかったなって、本当に良かったなって言ってやりたいですね健吾さんと仲良くして、はい、本当に良かったなと思います。いやちょっとこれ多分一言とかじゃ無理だと思うんですけど、何が一番良かったですか？ピッチ内では、うん、もちろんパサーとしてその、うん、僕のチャンスのところにすぐに出してくれる選手だったので、うん、本当に僕のゴールのアシストは一番健吾さんが多いですし、うん、まあ、あとやっぱ人間としてそのサッカー選手とはどうあるべきかっていうのをすごい教えてくれた先輩なので、小林選手もやっぱり健吾さんがいなくなったことで自分がしっかりしなきゃみたいな、そんな感じだったんですか？別にそんななかったですね、うん、僕は別に健吾さんは結構ね友達少ないんででもごめんなさい、 それ前大久保嘉人さんも言ってました。あ、そうそうそう僕とかそのタッピーとか、まあ、その辺としかつるまないんで、あのそグイグイ来てくれる後輩じゃないといけないんですよね、自分からいけないんで。どうして恥ずかしがり、何なんですか、ね、気遣いなんですよ多分。だご飯とか、はい、行くぞとか言うタイプじゃないんですよ、うん、僕たちが連れてくださいよとか言って、うん、それでなんかおー行くかみたいな感じなんで、誘われ待ちの感じ。そうそうそう、 あの人だからね、はい、断りづらいじゃないですか先輩が誘うと、うん、だそういうのも気にしいなんですよ。そんなとこまで先回りして心配してるんですね。そうなんですよ、だから断りづらいだろうしなとか思うタイプなんで、うんうん、だからそうかわいそうだから僕たちがかわいそうだから健吾さんかわいそうだなっつって飯行くかっつってなるほど、行ったら行ったらめちゃめちゃ楽しそうなんですよ、はい、誘われたら嬉しそうだ、ね、嬉しそう嬉しそう、かわいいでしょかわいいとかです、かわいいとかです。え、今も行ったりします？あ、全然。ありがとうございます。そうなんだ。なんか去年かな、このあと小林選手にインタビューなんですよねみたいな話をしたら、あいつはギラついてない今なんかイメージわかるけど、はいはいはい、どういうことってもっと声を出す。僕は多分ね、そのイライラしたりするのを、うん、そういう感情をパワーに変えれるタイプなんですよ。ほう、だからなんで俺を使わねえんだよとか思うと、はい、ガガガって動けるタイプなんですよ、はいはいはい、でもこうずっとこうそう思っててもシーズン長いと使われない試合もあるし、うん、しょうがないな、そうだんだんこう、うん、まあ、また自分に期待してもダメかなってこう押してる時とかに健吾さんとかと LINE してると、ダメだお前っつってやっぱもうギラつかなきゃみたいな感じで言ってくれて、お前の良さそこだからみたいな、うん、もうそこをやめたらもうダメだよって感じで言ってくれて、うん、だからこの前は多分福岡戦も世話の焼ける弟だなみたいな、もう多分僕が多分その前とかもベンチ入んなかったり出れなかったりっていうのを知ってたからこそ、多分そういう言い方してくれたんですよ、うん、
本当に分かってくれてるんですね。でもいや本当分かってくれてます。僕のことを多分一番理解してるのは健吾さんと思います。はあ、そうですか、はい、そういう先輩大事、ね、大事ですね。大事だし僕もそうなりたいなとは思ってますね。だからなるほど、うん、ということで次のテーマ質問が来てるんです、はい、一人は、はい、山根美希選手です。おー仲いいっすよ、はい、試合に出るためのベンチでのアピール方法を変えたと伺いましたどういうアピールでしょうか。いやこれすごい気になると思って。いやいつもおもろいこと言うな僕結構5人交代で交代枠使われないのが今年多かったじゃないですか。 5枚を変えきらない、ね、変えきらないでキーパーと僕一人余っちゃう、うん、いやそうですね、はい、ありました。悔しくて悔しくて。わかりますよ。しかも負けてたり引き分けてるのに使われなかった時の悔しさ森さんっていうそのわかります。わかりますよ。ここで俺出さないでどうすんだよって思っちゃうここは俺を使ってくれよって思うじゃないですか思いますよね。で、はい、それこそあれ福岡戦ですよ。あ、はい、途中でダイヤが出て、うん、その後バフェと大勢が出た、はい、うわ攻撃的な選手先に3枚ね。で俺もしかして今日もかと思って、うん、でジョアンが呼ばれて、うん残り1枠じゃないですか。いやもうドキドキしますよね。俺呼ばれてないんですよ、はい、呼ばれてないのにわざと鬼さんの視界に入ってやろうと思ってジョアンと一緒に行ってユニフォーム着替えてそうわざと鬼さんの目に入ってやろうと思ってっそう呼ばれないと嫌だからもう鬼さん見ろって俺もういくつも行けるぞみたいなそしたら鬼さんもユーモユーモってなっておいマジと思って呼ばれたと思ってやってみるもんだなと思ってめちゃくちゃ面白い、ね、今度お兄さんに聞いてみてください。あの時ね多分ね俺のこと呼ぶ気なかったジョアン呼んだら俺もなんかついてきたからおーユーモユーモユーモみたいな感じのそうあれだから作戦成功だなとそれ多分試合後にミキに話したから多分そのミキその質問してきたちょっとその話めっちゃ面白いでしょ。いやこれねベンチの様子皆さん見てるかな。だから次の選手をコーチとかに言って、ね、そう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 監督がそうでその後で呼ぶんですよベンチ前に。だからまあ私はピッチでリポートするときは何とか選手呼ばれましたってベンチ前に来たら当然もう交代する、はいはいはい、でだから多分見てる人は2人呼ばれたんだなってそうジョアンと俺呼ばれたでも実は呼ばれてなかったもう本当小学生みたいなことしてんなめっちゃ面白い、はい、で結果決めてるからいやすごいですよ。そうそう自分で勝ち取ったんですよ。じゃあその後普通だったらあの交代策当たりましたねって鬼木さんに聞かれるじゃないですか。なんて答えたんですか。なんて答えたんですかね。いやあいつ勝手に来たんですよじゃあ入れてみたら取ったんですめっちゃ面白い。いや面白いですね。これ相当裏話っすよ。そういうことか。誰にも言ってないもん多分テレビとかでも。山根選手グッジョブありがとうございます。グッジョブっすね。あいついい選択するな、ね、もういつもあるんですよ、はいはい、次弱いかな。弱そうっすね順番逆にした方がいいもん、ね、逆だったなごめん早坂選手、はい、あ早坂弱そうだないきますね、はい、早坂選手からの質問です。ゆうさんはお風呂に入るときに絶対に頭にタオルを乗せていますとてもいいな弱ちょっと待ってもうカットでいいっす。弱すぎるもうまだあるから、はい汗をせき止めているのでしょうか。また温泉に行っても乗せるんでしょうか。教えてください。弱い。いやでもちょっと思ったんですけどこの質問の時に、はいはい、かなりおっさんじゃないですか頭にタオル。あのね交代を長くするんですよ、うん、体のことを気にして、はい、で結構ゲームするんですよ交代をしながら。え、はい、そう携帯持ち込んで携帯持ってアイスバス入ってゲームして温まって、うんはいはいでこう手とかをこう濡れたりするときにちょっとゲームできないからしょうもな何説明してるんですか俺こんなしょうもないめっちゃかっこ悪いエピソード言うまでもなかったんですけどねこんなの。いやでもちょっと早坂選手今回はいやー弱かったです ね, ねごめんなさい逆でしたね。ちょっと逆だったな、ね、あ倒れたほらこれまで早坂のせい早坂のせい早坂選手もありがとうございました。これからの小林優聞いていいですか。ここから先って、そうですね、まあ、でも本当に嘘じゃなくてこうなかなか試合に、ね、絡めなくなってきてるなっていうのを分かってますしサポーターとあとはもう妻と子供、うん、もう本当その柱に支えられてるなっていうそれだけでやってるというかその柱が体が痛くても動かしてくれる、はい、もう俺多分一人だったら全然やめてます。嘘全然やめてるもう全然やめれます。生きてるって感じがするのに、はい、でも生きてるって感じるのもやっぱりその
サポーターがいて、うん、家族がいるから生きてるって感じるんですよ。やっぱりもう自分のその苦労を知ってる家族がいて、自分のダメな時を知ってるサポーターがいて、それがみんなが背中を押してくれてるから、決めた時の喜びがやっぱ違うし、人の心も動かせるんじゃないかなと思ってます。40超えるまでやってほしいですけどね。いや無理っすね。嘘いや本当だって36っすよ俺。え待って、でも憧れカズさんですよ。いやいやいや、あの人すごいな本当にリスペクトしかない。えだからやっぱりそんな先まで見れないですか。もうここから1年1年もう魂削りやってますもん。集中もするしストレスもやっぱすごいですよ。やっぱりやっぱストレスすごいすごい、やっぱりすごいと思います。特にねフォワードはそういうのは他のポジションも分かんないけど、感覚的にですけど、結果でしかやっぱり評価されないし。でも楽しいんでしょ。楽しいですよ、もちろん楽しい。これがすごい仕事ですよね。すごい仕事、楽しいし苦しいし。そうこれが ねただこの時がやっぱもう知っちゃってるから、ゴールした後のこの最高の夜、眠れない夜を知っちゃってるから。いやしかももうすごい試合ですごいゴール決めてる。あれ知っちゃうともうやめ、ね、なかなかやめられないですよね。ということで小林優選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。好き好きフロンターレ。